皆さんはシンガポールで日本食が恋しいなんて思ったことありませんか？私は毎日のように思ってます。実はですね、先月面白い工場に潜入してきまして、そちらの様子、体験を皆さんにシェアしようと思います。これは病院で発症したクラスター前に撮影したものです。初めての工場体験。頭に餃子があるみたい。普段交換しないですけど、冷凍庫と冷蔵庫。はい、今回私がお邪魔した工場は忍びファクトリーという工場で、忍びんって思った方、そうなんです、忍者の忍びなんで、私も忍んでいきました。シンガポールに来ている日本のフランチャイズ店の味付け担当、ソースやタレ、シロップ、フランチャイズの味を統一させるために、お店ではなく工場で作っといて、そのソース、シロップなどなど発注してる感じなんですけど、実は日本のレストランチェーン店とシンガポールにある日本のレストランチェーン店の味はちょっと違うんですね。やっぱ私もビジネスのクラスで学んだんですけど、マクドナルドといっても世界中メニュー全く一緒ってわけじゃないじゃないですか。例えばこの東南アジアだとハラルになってたり、インドだったらベジタリアンのものが多かったり、日本だったら照り焼きのバーガーがあったり、世界各地の味の好みや文化によって品揃えは変わってきます。でもこの工場は味を変えるっていうのが目的じゃなくて、再現しながらシンガポールの皆さんの口に合うソースとかタレ、調味料を作るっていうのが目的です。初めて知ったんですけど、シンガポールの方って酸っぱいものが日本人よりそんなに得意じゃないみたい。確かにお酢系はあんまりないよね。酢豚とかもどちらかというと甘めで、日本だともっと酸っぱいもの、お漬物とか頻繁に見かけると思います。要するに日本と全く同じレストランをシンガポールで出店しても、みんなの口に合うように少し変えている、その味付けを担当している工場でした。ちなみに忍びファクトリーは島内フランチャイズも担当しているので、シンガポール 60%、 台湾とか他の東南アジアの国は 40% らしいです。いろんな場面で活躍している工場でした。私は日本の味に慣れているから、ローカルにアレンジされたものっていうより、食べるなら忠実に再現されたもの、高くても純ジャパンのものが食べたいっていう気持ちがあるんですね。まあ、みんな好みはそれぞれなんですけど、でそうすると直接輸入されているものや独自で作っているもの限定になってきます。これは全部私の話なんですけど、そんだけこだわって美味しく作ってるとやっぱり高いとあんまり食べられない、結局めんどくさくなって自炊してしまう。こうやってシンガポール内で再現してくれると、私みたいにジャパニーズフードホームシックな方でも、お手頃な値段でチェーン店でも、日本に似た感覚、日本に似た経験を味わえるっていうことになります。本当にありがたいです。
ここのレストランだよっていうのは今言えないんですけど、過去に動画で紹介してた日本食の場所だったり、みんなが街中で見かけるような日本のお手頃なフランチャイズの味付けとかソースを担当してるので、我々シンガポール在住日本人が身近で日本を感じられる、身近で日本を味わえるのはシンガポールに日本の味を持ってこようと行動に移してくれる方たちのおかげでもあります。以上で私の遠足みたいな動画だったんですけど、意外と規模はすごい大きいっていうわけでもなくて、でも一つ一つ機械とかプロセスにこだわりがあるのを見てびっくりしました。日本に行って何をするっていうわけじゃないけど、やっぱ空間とかコンビニのお弁当でも成城石井の中ブラブラするだけでもとっても楽しいので、超庶民的な普通のことをしたいです。どういう願望なの？最後までご視聴ありがとうございます。へーほーって思っていただけたら嬉しいです。ちなみにこれはお金をもらってやってる、宣伝しているわけではございません。工場に招いてくれて面白い体験をさせてくれてありがとうございました。ではまた、バイバイ。